アントワーヌビューノワ、アントワーヌビューノワは、ブルゴーニュ公国の作曲家、作詞家。モテットのような宗教音楽の作曲家として有名だが、15世紀においては最も著名な世俗シャンソンの作者だった。幼児期についてはほとんど知られていないものの、おそらくベテューヌ近郊の出身だったらしい。1467年までに、ブルゴーニュー国の君主である、 シャルルトス信仰に主官し、ディジョンの礼拝堂で歌手を務めていた。ビューノワは、宮廷歌手や作曲家としての任務に加えて、エーヌ・バン・リゼゲムに同じく、ブルゴーニュ公国告士でもあった。ビューノワは,は,は,は1475年のノイス攻略に出征し、1477年には、シャルルトス信仰が戦死したほどの、ドレーヌ公国の首都ナンシーでの攻略から、運よく生還することができた。 その後、ビューノアは、ブルッヘの聖ソブール教会ストリート、ソブアに放職。同地にて多解するまで、この職務についていた。ビューノアは、同時代の人たちから限りない賞賛を勝ち得ていた。デューファイト・オケンゲムの間の世代では、おそらく、ヨーロッパ大陸で最も有名な作曲家の一人と言えるだろう。作品は、宗教曲と世俗曲がある。そのうち、宗教音楽は、 二つの低旋律ミサ曲と八つのモテットが現存している。聖母、マリアのアンティフォナ、レジナ・チェリ、レジーナ・チェリが数曲ある。様式的に言うと、ビューノワ作品は、デュファンやバンシュワラの簡素で、ホモホニー的なテクスチャーと、ジョスカンやゴンベールの2模倣様式との中間点に位置しているように聞こえる。ビューノワは、模倣を巧みに、だが特別な場合にのみ持ち、 滑らかで歌いやすい旋律線を作り出している。強烈な三和音の感覚は来たる16世紀の慣習を先取りしている。ビューノワはフランス語の世俗歌曲であるシャンソンも作曲した。今なお作曲家としての名声を馳せているのは主にこの分野である。ほとんどの曲がロンドンによっているが中にはベルジュレット形式のものもある。多くのシャンソンが人気を取ったが、 おそらく現在は失われてしまった人気の歌曲を原作とするシャンソンもあったようだ。多分自作歌曲のほとんどに自分で歌詞を書いていよう。歌曲の旋律の多くは、例えば、手に負えない運命の女神をフォルトゥーナデスパータのように、ビュノアの死後から一世代以上を隔てとなお、ミサ曲作曲の低旋律に利用された。16世紀イタリア音楽理論家、ピエトロ・アーロンによると、 有名なフランドルミニオを武装したヒトルオーム・アーメイの創作者がビュノワかもしれないという。ちなみにこの旋律はルネサンスの時期に最も広く流行し、しばしばミサ曲作曲の低旋律に利用された。ありがとうございます。